西宮でパーソナルトレーニングジムを運営しております岡本優作です。今回は呼吸にフォーカスしたセミナーをさせていただきました。内容は呼吸を知ることで体の不調を知るということにもつながりますし、改善をするために呼吸を正していくというのも一つの方法だと思います。この DVD をぜひご覧いただきご活用ください。固定の概念っていうのはちょっともういろいろこういろいろ本当にあるので、一応今は腰椎骨盤体っていう形では図示してますけど、もう前に出てる人は上向いた時にこれぐらいしかいかない、これもちょっと呼吸アプローチしないといけないのかなっていう、全部が全部膨らんでしまうっていうことです。これは酸素はもちろんたくさん吸えてていいんですけど、まっすぐの適中のラインからこっちに移動してきてしまってるので、それを元に戻してあげると大変ですよね。はい、でしっかり肩甲骨を下ろして胸を起こして、まあまあフラットをしっかり意識した状態をキープしてっていうのをやっていきましょう。はい、結構